皆さんこんばんは。こんばんは。ザ・ジャスラックショーの時間がやってまいりました。案内役作曲家の大森俊之です。同じく番組案内役作詞家の木本恵子です。本当に久しぶり、去年の3月ぶりに。そうですね、もう1年半以上ずっとズームで、はい、あーっていう感じでったのは、今日はリアルですよ。リアル戻ってまいりました。ただね、はい、まだ少し気をつけなきゃいけないということで、このアクリル板とか距離とか、あとマスク着用でお送りしております。はい、本当にでもリアルでできて、そうですね、とってもやっぱりこうやって直にコミュニケーションが取れるっていうのは全然こうやりやすさが違いますよね。そうですよね。そしてやっぱりクリスマスだし、はい、まあ、僕これだけですけど私が無理やりつけた感じ。木本さん髪の毛もなんかキラキラしてますよ、真っ赤で。クリスマスバージョンにしましたし、去年のね、クリスマスイブの予定は空いておりませんの、はい、ビデオを作ったじゃないですか。 YouTube でもご覧になるので皆さん見ていただきたいんですけど、そこのラストに出てきたサンタちゃんも、ゲストに連れてきましたので、今日はクリスマス会にふさわしく、はい、よろしくお願いいたします。思います。はい。で、前回なんですけど、前回は、はい、10月そうですね、イージーポップさん。イージーポップさんも。はい。でもズームでイージーポップさんどこにいるんですかって言ったら新潟にいらっしゃるということでね。ああいうなんかこうズームなりのね、本当に距離を超えたっていうのは面白かったと思うんですけどね。そうですね。そうですね。はい。うん、そうですね。もう彼が来たい来たいって言ってスタジオに来たいっていうか、まだ連絡ないんでリアルではお会いできてないんですけど、まあ、ぜひイージーポップさんも遊びに来てくださいね。あとボカロ P ならではのいろいろのお話も伺えて、はい、今までなかなかボカロ P の方にお越しいただくことがなかったので、はい、とても新鮮な回で、皆さんぜひアーカイブもご覧になってください。もうあると思いますので、どっかリンクが貼られるかもしれませんので、はい、ぜひご覧になってください。でそんな前回95回そうですね、95回の皆さんからいただいたコメントをちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、私三重県の方という、これ固定ハンドルでも書いてない、固定ハン書いてねっていうことなんですけど、三重県の方です。ハッピーシンセサイザーよく聞いていました。あの頃のニコニコは楽しかったな。ボカロなんて当時は一時のブームだと思っていましたが、まさか一つの文化として定着するとは。しかもそれをジャスラックが取り上げてくれるなんて驚きです。いや、そういうコメント、世の中変わったっていう形、ね、この三重県の方はきっといろんな歴史もご存知だと思いますよ。はい、じゃあ私の方からもご紹介しますね。はい、栃木県の方からいただきました。いつもの番組と少し内容が違っていて新鮮でした。自分の学生時代はニコニコ全盛期でボカロにハマっていたなと懐かしい気持ちです。今でもあの曲たちは色褪せないし、ボカロ P 出身のアーティストがメジャーシーンに進出したりしているし、ボカロ文化は不滅だなとコメントいただきました。この方もね、きっと昔からをご存知の方だと思いますけれども、他にもたくさんいただいております。ありがとうございました。はい、ぜひ固定ハンドルネームもよろしくね。そうですね、書いていただけると嬉しいですね。はい、さてさて、そんなこんなで、はいはい、このコロナ禍皆さん何をしていたかとか、最近の告知とかですかね。そうですね、はい、私の方はね、ちょっと、はい、実はあさって23日に下北沢のハーフムーンホールというところでライブを一応やります。14時と16時半の2部制っていうか2回回してやるんですけど、まあ、それにもしお時間がある方は遊びに来てください。それからですね、コロナ禍でですね、楽曲を作って、それの PV という形で、あるアニメーターの方に素材でアニメーションを作っていただいたんですよ。まあ、ほぼ1年間かけてアニメーションを作っていただいたんですけど、完成したそれを、その作品がですよ、第76回の毎日映画コンクールのアニメーション部門に、それこそ本当に有名な商業映画に並んで一自主制作の PV のアニメーションがちゃんとノミネートされてるんで、すごい。1月に発表があるんですけど、まあ、なかなかありえないようなことが起こったなっていうのがすごいですね。おやすみという楽曲なんですけど、もしご覧になられたらぜひ見て、機会がありましたらご覧になってください。
や、そういう、それはその、まあ、商業作品の中ででもっとおっしゃってましたけど、はい、そのノミネート対象作品っていうのはもうその、うん、隅々までどうですね、いろんなジャンルのアニメーション作品があるんです。もちろん映画の本編とかいっぱいあるんですけど、うん、アニメーションっていうジャンルの中の1作品としてそんな短い6分少々のアニメなんですけど、アニメで作ったミュージックプロモーションビデオが取り上げられてるっていうのはなかなか、しかも我々が応募したっていう感じよりは向こうの方でピックアップしていただいたっていう形なんで、本当にありがたいなと。それは素敵ですね、はい、すごいいい年末になりましたね。そして来年が楽しみですね、はい、発表がね、はい、木本さんは何か、私の方は、まあ、はい、やっとね、ちょこちょこ書いたりもしているんですが、それはまだちょっと発表できないのですが、はい、まあ、それとは別に、大森さんと私とでクリスマスソングを、はい、あ、去年作りましたね、はい、一昨年作って、去年 PV ができて、そうそうそう、なんか年々進化しているというすごい作品になりますね。で、まあ、あのクリスマスイブの予定は空いておりませんというタイトルで、まあ、YouTube にもあるので、もうぜひあの、はい、聞いていただきたいんですけれども、まあ、私の、あの友人であり、まあ、プロのミュージシャンであり、はい、あの、まあ、バンドも活動していらっしゃるんですけど、はい、その方がなんかカバーをしてくださって、カバーしていただいたんです、ね、カバーというか、まあ、ライブハウスで歌っていただいてですね、はい、で非常に、あの観客の見方も盛り上がったと、あのクリスマス、クリスマスでも合唱してくれたという、まあ、結構ね、そこら辺は盛り上がるように、そうなんです ね、その方の、はい、バンドの名前をちょっと紹介しておこうかなと思います、はい、ザ・ナチュラルというバンドで、そこの、まあ、ゲストボーカリストみたいな形でアーさんと言います、はい、AH と書いてアーさんなんですけれども、11月26日に、四谷三丁目ライブバー運転45で、演奏されたと。今後もね、皆さんこういうふうにどんどん遊んだり作っと演奏したりしていただいて、もしかすると1年ごとにニュースが増えていくので、来年あたりはなんか二次創作ですごいことになったりするかもしれないですね。ね、で楽しみに。その、 あの YouTube にはそのクリスマスイブの予定は置いてありませんはアップしてあるんですけど、なんとニコ動に上がってないので、ニコ動にも上げといてほしいなって、さっき形で皆さんに見ていただけるようになるとありがたいですね、うん、この番組から、この番組のあるディレクターの無茶ぶりからできた楽曲ですからね、はい、よろしくお願いします。そうです、視線曲でアレンジ、はい、大森さん歌私みたいなね、そういうのでやりましたから、またうまくはまるといいですねという感じであります、はい、ではではですね、はい、今日の番組のラインナップをご紹介してまいります。この後すぐジャスラックの木村広報部長に登場していただき、はい、ジャスラックの最近の活動についてお話しいただきます、うん、そして18時15分ごろからは東京造形大学大学院卒業後にサウンド制作会社モナカに所属し、うん、アニメウェイクアップガールズシリーズ、うん、アイカツシリーズ、うん、ガロバニシングラインドラママネーの天使あなたのお金取り戻しますなど、さまざまな映像作品の主題歌や劇版キャラクターソングを手掛けながら、上坂すみれさんや、上田玲奈さんなど多くのアーティストに楽曲を提供し、自らもベーシスト、ギタリスト、ドラマーとして演奏に参加するなど、幅広く活躍されている作編曲家の広川圭一さんをゲストにお迎えいたします。はい、そしてですね、視聴者の皆さんから、はい、ゲストの広川さんや私たち2人、そしてジャスラックへの質問や意見を随時コメントで募集しております、はい、テロップが出るかと思いますが、ぜひぜひお願いします。コメントもなるべく、ね、拾っていきたいのですが、長めのコメントだとちょっと、見逃しちゃうこともあるかもしれないので、ツイッターメールしていただけるといいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは、早速ですがジャスラックコーナーに参りたいと思います。木村広報部長、よろしくお願いいたします。本当リアルで、あの久しぶり、
よろしくお願いします。久しぶりでございます。はい、新鮮ですね。新鮮です。はい、では久しぶりにスタジオからお送りしてはいおります、はい、はい、では私たちがお知らせをはい、なんか回線がちょっとトラブルで音声が出てトラブルがあるのでちょっと今回線をチェックしておりますが、マイクの回線がないのでちょっと入ってる言葉がちゃんと木村さんの言葉がちょっと言ってないみたいなのでちょっと今はい技術者の N さんがちょっとじゃあこの間歌を歌ってつなごうか。クリスマスが来ない、私のカレンダー、なんだっけ、ピアノ弾きますかみたいな。クリスマス、クリスマス、メリーメリークリスマス、クリスマス。では、はい、お待たせいたしました。申し訳ありません、すみません、音声トラブルありました。では張り切って、はい、参ります。今日ですね、お知らせしたいこと2つありますけれども、はい、まずそのお知らせしたいことの前に前回の配信で話題になりましたピアプロさんとの契約についてご報告いたします。はい、予告しておりました通り無事9月27日、はい、クリプトンフューチャーメディア様との間で、はい、契約を締結しました。じゃあもう自由に使えるようになったということですね。そうでございます。はい、ネットクリエイターの皆様がピアプロさんにもう気兼ねなく自分の楽曲を投稿できるようになりました。はい、ジャスラックとしてもネットの独自の二次創作文化っていうのが今後盛り上がるようにも大いに期待しております。ということは会員である我々も、はい、そこに作品をアップすることができるんだったということですね。そういうことでございます。やった、はい、若い人と交流してみたいです。はい、さて、はい、お知らせございます。まずですね、11月18日ジャスラックの創立記念日だったりするわけなんですけれども、うん、こちらで発表しました第8回ジャスラック音楽文化賞についてお知らせいたします。ご紹介します。ジャスラック音楽文化賞ですけれども、売上や利用実績などの数字に現れない地道な活動を行ってくださっている個人団体作品のなどに光を当てる賞でございます。2014年からやっております。今年も3組4名の方が受賞されました。はい、ではこの簡単に皆様のプロフィールご紹介いたします。はい、お一人目は古楽フルート奏者の有田正弘さんですね。はい、今、はい、V が絵が出てますけども、木管の古楽フルートと今現在使われている金管のフルート両方駆使して、うん、もう古楽演奏の第一人者として活躍されていらっしゃる方でございます。今でもブームなんですよね、古楽器って、古楽器のオーケストラって。ヨーロッパでもすごくそういうの増えてますよ。お二人目でございます。皆さんは幸せ運べるようにという歌を聞かれたことをご存知でしょうか。この方薄井誠さん、小学校の音楽専科教員にいらっしゃって、今は大学准教授をやってらっしゃいますけれども、この方の作詞作曲の楽曲なんです。阪神淡路大震災の時に復興を願い創作したこの楽曲も世界中に広がっていますけれども、うん、この広がり被災者の心を励まし続けているところに受賞したというところでございます。そしてですね、最後お二人一組同時受賞なんですけれども、田中光和さん、小鉄徹さんです。こちらのお二人なんですが、マスタリングエンジニアのパイオニア、うん、もうそして現在でももう巨匠ということでですね、大巨匠ですね。大巨匠、僕らもものすごくお世話になってまして、僕らはそのお弟子さんの方々といっぱい仕事しましたけど、うん、あ、そうなんですね、やっぱりもう有名な方、有名な、うん、片方やソニー、片方やビクターのマスタリングの、はい、うん、で、なるほど、メーカー外の方も受け入れて、もう本当に若い人からも慕われてる
すごい方々ですね。そうなんですね。はい。はい、まあ本当に今大森さんがご説明くださった通りなんですけれども、そのもう今も第一線、昔から、このパイオニアというところで、賞を受賞されました。はい。で当日は欅ホールで贈呈式を行っております。そういった模様につきましてはジャスラックのホームページにもっと詳しい説明ございますので、どうぞご覧ください。はい、そして、最後のニュースでございますが、これなんかこう今いいですか、出てますかね、うん、はい、鉄さんだって当日の模様でございます。そして今、私今このような箱を皆様にお見せしておりますけれども、じゃじゃん、うん、箱です。なんかロボットみたいな、おもちゃみたいな、なんかアンテナがピピって立ってる感じです。はい、こちらなんですけれども、この箱がですね、ジャスラックが実施しているオードゥオーディオメーターのトライアルについてこれからご説明します。はい、ですね、これをフィンガープリントの実証実験、今ジャスラックはこちらと共同で進めています。で何かと言いますと、オーディオオードゥメーターというのはですね、フィンガープリント技術を用いて楽曲を自動的に特定するデバイスですね。でこれをですね、どうするかというと、まあ、音楽がかかっているところにこうパッと設置しました。設置すると、ここがかかっている音楽のフィンガープリントの情報をオードゥさんのサーバーに送って、そこで曲が特定されるという仕組みになっています。でこちらをですね、その楽曲の情報を、まあ、ジャスラックにいただいて、ジャスラックの分配楽曲調査に利用することで、より分配を正確にしていこうと、うん、その実験を進めています。はい、でですね、一般社団法人 JDDA さんの協力を得ましてですね、はい、渋谷の DJ バーのいくつかにですね、この箱を置かせていただいて、実際にもうデータを、はい、マッチングさせております。それは例えばどこら辺まで認識するものなんですか？フィンガープリントっていわゆる電子指紋みたいな感じ で、はい、音声指紋みたいな感じだと思うんですけど、はいはいはい、普通に DJ とかっていろんな曲ミックスしちゃったりしますよね、はいはい、そういうのでも一応どこまで聞き分けられるかっていうのを実証実験で調べてると。そうですね、はい、まあ、そこも含めて、はい、高い精度だというふうな前提ですが、はい、そこも含めて実証実験をさせていただいているというところです。可愛いだけじゃなくて できるやつなんですね。あ、できるやつです、はい、すごい時代になったものですね。本当、うん、そうです ね、はい、すごい。じゃあ以上の今日のニュースは以上の2つでございました。はい、わかりました、はい、じゃあいろいろジャスラックの方もこのコロナ禍でいろんな新しいことを進めてられてるということで、はい、はい、そうですね、ま、この時期だからこそ、はい、というところでいろいろなチャレンジをしています、はい、そんな実証実験の成果を楽しみに待ちつつ、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、それではですね、前回の放送の、プレゼントの当選者の方を発表したいと思います。はい、イージーポップさん、木本さん、私のサイン入り色紙とジャスラックグッズのセットは、ミュツタカさん、ミュツタカさん、はい、イージーポップさんのサイン入り CD は、東京都にお住まいの方が当選されました。おめでとうございます。おめでとうございます。ということでですね、皆さんお待ちかねのゲストトークのコーナーに参りたいと思います。広川さん、よろしくお願いいたします。こちらですね。あ、聞こえますでしょうか。はい、大丈夫かな。はい、お忙しい中、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、私から広川さんのプロフィールを読ませていただきたいと思います。はい、広川圭一さんは東京造形大学大学院卒業後に音楽制作会社モナカに所属し、作曲家の高崎悟さんに師事します。高崎さんのもとで作曲について学んだ後はアニメ
ウェイクアップガールズシリーズ、アイカツシリーズ、ガロバニシング、ドラママネーの天使、あなたのお金取り戻しますなど、さまざまな映像作品の主題歌や劇版、キャラクターソングを手掛けながら上坂すみれさんや上田玲奈さんなど多くのアーティストに楽曲を提供しています。またご自身もベーシスト、ギタリスト、ドラマーとして演奏に参加するなど幅広くご活躍をされています。ジャスラックには2019年8月から新託されていますということで読ませていただきました。そしてですね、視聴者の皆さんからゲストの広川さんや私たち2人、そしてジャスラックへの質問や意見を随時コメントで募集しております。テロップが出たかな、メール、ツイッター、どちらでも長めの質問はツイッターとかメールの方がいいかもしれないです。なるべくコメントも拾っていきます。はい、そして今回も皆さんに、皆さんに、番組を見ている皆さんにプレゼントを用意しています。その詳細については番組の後半でお知らせしますので最後まで見てくださいね。ということで広川さん、どうもありがとうございます。今日は今コメントでね、はい、もうたくさんケイチケイチケイチ来てるんですけどランガちゃん、これはそう、はいはい、ファンの皆さんからはこう呼ばれてらっしゃるんですか。なんかそうっぽいですね。ケイチが一番そうっぽいですね。もうちょっと大丈夫ですかね怖いんですけどキラリスト、ジュエリストとかいっぱい書いてある。ありがとうございます。結構弾幕っぽくケイチがいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうこうなんかニックネームというかファンの皆さんからの呼び名で私たちも呼んじゃっていいのかなとか思ったんですけど、やめといて。あ、もうもちろんでございます。恐縮でございます。まあでもなかなかね、初対面で何がなんでランガちゃんなのか分かんないから、ランガちゃんとは読めないので、うん、ヒロちゃんみたいなそんな感じですかね。ああ、はい、広川さん、何とでもお呼びください、はい、かりました。失礼のないに広川さんで今日は基本行きたいと思います、はい、途中からもしかしたらいつの間にかケイチになってるかもしれない。あ、もうそれはすいません、ありがたいことで、ありがとうございます。まあいつもこちらに来られてる方には、はい、幼少期からね、はい、まあ、この幼少期からどんなお子さんだったのかで、音楽との出会いはどんな感じで出会ったのかとか、そんなことから聞いてるんですけど、はい、幼少期ってどんなお子さんだったんですか。幼少期はですね、両親共働きだったので、おばあちゃんにその育てられたんです、保育園入れられるまでは、うん、なので結構家に基本的にいることが多くて、うん、なんかお絵かきしたりとか、うん、あとミニカーでこうやって遊んだりとか、うん、なんかそんな感じで基本家にいることが多かったかなっていう、ね、うん、印象ですね。幼稚園とかそういうところにあんまり行かない。なんか何歳になったらそろそろ保育園預けられるねみたいなことが確かあって、はいはい、そこからその保育園にこう連れて行かれるようになったっていう感じですね、はいはい、でも保育園から帰ってきても割と外に遊びに行くよりは家にいることが多かった。そうですね、キャワワキャワワキャワワの母親が夕方までその仕事してたもんで、はい、家に帰ってきたらもう真っ暗なんですよね。だからそこから遊びに行くってことは基本的にできない感じでしたね。キャワは写真がどんどん来ます。もうでも割となんか、はいはい、家の中にいる割には結構やんちゃしてる感じがするんですけど。そうですね、まあ、そのミニカーつながりで車がすごく多分興味があって、あ、まあ、これ二刀流みたいにしてます。はいはいこれは何だろうな、体育祭みたいなことか運動会かなんかですかね。でも結構なんか本人の認識と周りから見た広川さんって、ね、はいはい、ちょっとギャップがあるかもしれませんね。本人はインドアと思ってるけど、わ、割と活発でやんちゃな子じゃんみたいな、まあ、ある程度体大きくなってからは両親かなりそのアウトドア派でスキーとかも、なるほどなるほど、旅行で結構連れて行かれたりはしてましたね。もう割とスポーツは万能だった感じ。小6の時は一番足早かったですね、学校で。やっぱ、はい、そういうことですね、はい、でも本人には足早いんだけど僕はインドア派みたいなちょっとなんかギャップがあったかもしれないですね。まあまあ、音楽との出会いはどうなんですか。
音楽はですね、はい、ラジオを聴かされてたんですね。その保育園行く帰りの車の中で片道多分30分ぐらいとかあったと思うんですよ。結構遠くまで通ってたんですね。そうなんですよ、はい、なのでその時間ずっとラジオだったり、はい、カセットも流れてたかな、なんか流行りの音楽みたいなのが、うん、当時の流れ。それ J-POP 系ですか洋楽系ですか。基本は J-POP が多かった。でもマイケル・ジャクソンとかも流れてたような気はしますね、はい、J-POP っていうか、でも歌謡曲では系っていうよりは割とアーティスト系の。そうですね、山下達郎さんとか、はいはいはい、サザンオールスターズさんとかも流れてましたかな、はいはい、あと米米クラブさんとか、はいはいはい、その辺のちょっと、はい、ちょっとファンキーというか、まあ、ある意味結構英才音楽教育みたいな感じですかね、まあ、両親だって音楽好きではあったので幼稚園の時からそんなの聞かされてたんですね、はいはい、まあ、そういうような経験をして、でもなんか割と意外な方法で作曲を始めますよね。始まりですか、はい、始まりはですね、まあ、小学校入ってから少年野球やってたんですが、はい、家でその野球のゲームにも始まり始めたんですよね、はいはいはい、その中で、ワールドスタジアムっていう、うん、ナムコさんから出してた野球ゲームの中で、はい、作曲君モードっていうその応援歌ですね。何すか自分が打席に立った時に流れる応援歌を、はい、作れる機能があったんですよ、はい、すごいですね、画期的ですね。面白いんですよそれが、はい、それ面白くて当時、はい、当時からで、それでこう打ち込みみたいなことを始めたのがきっかけですね。相当でそれが最初の作曲ですか。作曲、まあ、なんかコピーみたいな感じだった気もするんですが、まあ、はい、なんか音をちゃんと作った作るみたい、はい、っていう印象としては、まあ、記憶としてはそれが最初。そうですね、はい、なるほど。そうした、広川少年も中学校に行って一皮むけますね。はい、野球中学までしてたんですけどね。はい、中学は野球部。中学も野球部にやってました、はいはい、途中までは、はい、でもなんか楽器をやり始めるっていうのは。あ、そうですね。どんなきっかけで。この頃もラジオはなんか土日家にいる時に聞いていて、その時、はい、FM 横浜のトップ40という番組だったと思うんですけど、うん、その毎週その人気だった曲が紹介されるっていう、うん、結構長い時間やる番組があって、うん、それ毎週聴いてたんですよね、はい、でその中で好きなアーティストに出会ったのが、うん、ジャミロクワイっていうイギリスのバンドなんですが、はいはい、その音楽を聴いて、はい、あ、この音楽かっこいいな、特にベースがかっこいいなっていう風にこう、はい、なんかこう体に入ってきて、はい、そこからベースをやってみようって始めた。でもなんか最初には独学でギターを始めたって書いてある。確かにギターもその野球部途中でやめたんですが、はい、そこでまず1回家にギターがあったので、それを弾き、なんとなく弾き始める。それはお父さんかなんかお母さんかなんかギターを弾き始めたって。そうですね、なんか知らないけどありましたね、うん、誰も弾かないんですけど。あ、それはアコースティックギターですか。エレキギターでした。エレキギター、はい、あー、多分なんか友達が訪ねてきてきた時かなんかに遊べるようにみたいな感じなんですね、多分。で、ジャミロクワイにハマって、あの難解だけどすごいグルービーなベースラインをにしびれて、それで自分でベースを始めるんですか。そうですね、まあ、最初はギターしか家になかったので、はい、ギターの上の方の弦だけ使ってちょっとこう、はい、こういうことしてんのかなっていうのをこう見よう見まねでやり始めるっていうところから始めてました。あのね、まあ、もうすごいグルービーでね、かっこよかったですよね。いや、そうなんですよ、ね、僕も結構パロディーソングを作ったりします。あ、そうなんですね、はい、なんか私の印象だと、もうジャミロクワイイコールおしゃれの塊っていうような、そういう印象でした。なんかこうアーバンなというか、なんか古い言葉、はいはい、キャンデッドヒートをパロって、うん、カンガルーの歌でカンガルージャンプっていう曲を書いて NHK で流したことがありますけど。ああ、素敵ですね。モロパク、パクじゃない、そういうことは言わない、モロオマージュみたいな感じで。ジャミロクワイは今でも聞くもんな、はい、すごい、すごい。いろんなあのアーティストに影響を与えている。そうですね、はい、やっぱあのプロモーションビデオも秀逸で、こうなんか、はい、JK がいろんな風になるのは、あれどうやって撮ってんのみたいな感じですもんね、うん、なんか賞も取りましたしね、あの、はいはい、バーチャルインサインティーという曲。
知り合いが、はい、僕妹がロンドンに行ってその頃アーティスト活動やってたんですけど、うん、その時あのメンバーに迎えてた黒人のドラマーがあのさあ行こうかって言ったらジャミロクワイにオーディションで捉えちゃって、あ も, うもちろん全然ジャミロクワイの方がもうあのブレイクしてたから、はいはいはい、すごいいいドラマだったのが捉えて、はいはい、ずっとあのジャミロクワイのツアーでドラムやってたあの黒人左利きの方ですよね、そうだと思うけど、はい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 、っていうので最初にジャミロクワイをことを知りましたが、なんかいろんなつながりがありますね、素晴らしいですはい、はい、まあ、そういうことで、で軽音楽の道にバッと進んで、そうですね、高校から軽音部に入った、いわゆるあのバンドを組むっていうことですか、バンドブーム、バンドムーブ組む、あバンドを組む、はい、バンドを組みました、はい、ロックバンドですよね、ロックバンド4ピースだったかな、あ4ピース、4人バンド、ああそこではベース担当だったんですか、初めはドラムをやってました、1年生の写真、かっこいい写真が来てますよ、パレのドラムが、これですね、はいはい、そうそうそう、映像、はい、うん、写真、これ多分1年生だと思いますね、これはもうベース弾いてるから2年生ぐらい、うん、しかもベース6弦じゃないですか、5弦、5弦ですね、確かバッカスの5弦使ってましたね、はいはい、この5弦結構変わってて、パッシブじゃなくパッシブだったのかな、アクティブなんですけど普通5弦ベースって、パッシブの5弦って珍しいんですよね、うん、なんかそんなの使って、でも さぞモテたでしょうってコメントありましたけど、でモテないかったですね、ちょっと変人っぽい見られ方してた、なんか割とストイックにやってたんですよね、そうです、多分ね、モテてるって自分は分かってないタイプだと思う、さっきのねインド派と足早いのインド派みたいに、そう本当はめちゃくちゃファンがいるのに、うん、こう自分はモテてないって本人だけ思ってるんだと思うな、うんうん、この写真とかめちゃくちゃかっこいいじゃない、どんな曲やってたんですか、割と、このコピーバンド、コピー曲が主で、はい、何やってたかな、もうひげ生えてる青坊主さんっていうあのトイズファクトリーから出てるアーティスト、うん、青坊主さんコピーしたりとか、うん、あとバンドアパートさんコピーしたりしてましたね、うん、ちょっとパンクメロコア寄りのバンドをしてましたね、でもなんか一応髪を染めてバイクにも乗りみたいないろいろなんか、はい、一応ロックバンドっぽいスタイルも、まあ、まあそうですね、楽しんでいたということですね、まあはい、まあ、人生のうちこういう時期もあっていいんじゃないかって感じ、はい、まあ、写真いろいろ出ているみたいですけど、なんかあ、はいはい、これ酒飲んでますね、酒飲んでないですねこれどう見てもお酒な感じなんですけど、どうですか、確かにちょっと顔赤いですけど、これ日焼けかなんか分かんないですけど、はい、あの多分なんかコーヒー牛乳飲んでます、ね、そうですね、あのなんか色が、うん、カルアミルクではないですか、カルアミルクではないですなるほど、これ後ろの Mac も時代を感じてね、うん、iMac ですね、 iMac でしたね、うん、まあでもあのそんな感じで音楽作りにハマっていき、はい、大学に進学されますね、はい、あのでもすごくバンドに よくありがちだと思うんですけど、やっぱりこうプロになって音楽で飯食ってくってなるのってなかなかハードル高いですもんね、もうハードル高いどころか、うん、もうなんか運とか実力とか、うんうん、いろんなものを持ってないとなれない、うん、職業というか、まあうん、夢のまた夢みたいな存在だと思ってたので、うん、その当時、うん、そうですね、バンドで音楽イコールバンドって感じだったので、あー、はい、うん、アーティストっていう感じですね、はい、だからそれで仕事で一生食っていくのは、まあ、無理だろうって感じを持ってました、まあ、 ね、うん、で大学は、まあ、僕もよく知っている東京造形大学に入れるわけですね、はい、相原の山奥にある東京、はい、何科に入られたんですか、一応デザイン科っていうところの中にある室内建築学科というのが入りました、あでなんか相当面白い授業あったみたいですけどそうですね、はい、まあ、その東京造形大学面白いところが別の学科の授業にも受けられるんですよ、うん、参加してそこでカリキュラムをいろいろ割と学年を横断して受けることができる、そうなんですよ、でそれが面白くて結構いろんな別の本当は別の科でやってる、まあ、例えば映像系の授業とかにもこう顔を出したりしてて、うん、まあ、そこで時系映画とかまあ見たりとかもしてたんですが、うん、まあ、
そうですね、キャッチーな授業でいうと、まあそのうん、スプーン曲げとか、うん、スプーン曲げ、スプーン曲げの練習する授業とか、マジっすかっていう感じだったんですか。特別編の授業だったんですけど、あのカードを裏返しにこう置いて、うん、どれが何のカードか当てるっていう授業とか、あちょっとなんかスピリチュアルというかエスパー養成講座みたいな呼吸法からこうやるんですよ。あなるほどね。イメージをして渦を巻右巻きにとかやって、超能力開発みたいな感じですよねあでもねスプーン曲げできてる人友達いた気がしますよね。うんあなんかあれできる人ってポキってなんないんですよね。なんかぐるぐるってなるんですよ、ね、うん、それやってる人いましたけど、あまあこれうなじいていいのかどうか分かりませんけどでもできる人がいるということですね、はいはい、あでも確かに造形大学っていうのはあの本当にアートを作るときにテクニックを磨かせるところじゃなくって理念とかなんかそういう考え方とか視点とか、うん、そういうことをすごく教育してくれるから、僕ねあの造形大出身の監督さんとすごい相性良かったりとか、はいはい、やっぱり友達多いですね。ああそうなんですね、はい、まあ、あの教授になってる人もいるし。ああ素晴らしいですね。前ここに出ていただいた、はい、あの須藤さんという方は造形大で音楽映像音楽の付け方の講義をされてたりとかしてますよ、うんはい、これ私すごくいい言葉だなと思ったのが、うん、大学では、うん、あのオーダーに対して試行錯誤して美しく解決することがデザインだというふうに、はいはい、まあ、叩き込まれた、うん、でそれは作曲に通ずるもので、うん、大学での授業は今に生きているっていうふうにあのおっしゃってるんですけど、これってこう物を作り出す人たちが、はい、きっと共通してその自分の工夫とか、うん、自分のひねりとか自分だったらこうするっていうのは、うん、絶対必要不可欠な考え方だと思うので、うん、はいはい、そうですよね。素晴らしいことだなと。特にあのオーダーを受けてね、はい、一緒に何か作り出すっていう人にとってはもう本当に金言ですね。そうですよね、うん、そうですね。ただそれが時にあのクライアントがあった場合にその工夫が通じない場合もあったりもするっていうね、まあ、そうですね、はい、そういうこともありますが、うんうん、でもその大学でその建築とかなんかいろんなこれオブジェ作った、これはその室内建築学科の時に作った、はい、まあ、作品みたいなものです。これがスピーカーです。スピーカー、そう分かりづらいんですけど、その縦型の筒型の、タイムドメイン方式と言います。タイムドメインのね、はい、それを真似て構造を真似て作ったっていうスピーカーですね、うん、かっこいいじゃないですか。これ上から見てる感じですね、だから、うん、すごい綺麗、立ってる、筒が立ってるっていう。で音すごくいいんです、磯が揃うからね、はい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 、あと虫光線になるからすごくいいですよ、ね、あと強度もかなり強いんで、その、うん、円でこんなことをやっていて、はい、いながら、うん、そのなんで音楽創作の方にこうも戻ってきたというか、まあ、なってきたかっていうのは何かきっかけあったんですか。大学で映像を作る映像学科みたいな映画科の友達が結構増えてきて、はいはい、その自分の映像作品に音楽作ってくれって頼まれ始めたんですよね、うん、音楽やってるんでしょ、曲作ってよって。もうこの時バンドしかやってなかったんですけど、うん、作ってよって言われて、作るって一人で作れるのかなっていうところから、うん、その作曲っぽいことをし始めたっていう感じ、うん、それって例えばどういうツールを使ってやったんですか。その時は本当に最初の最初は、うん、ガレージバンドっていうアップル、ガレージバンド、はいはい、でその後ロジックも使い始めてちゃんとやり始めたっていうのが大学生ぐらいですね、うん、まあもういわゆる DAW の一番初歩的なものっていうようなところから割とそっちが極めてった感じなんですね。そうですね。その後、うん、まあ今キューベースっていうのになってるんですけど、うんうん、そこでいろいろ作品を作ってなんか 手応えがあったとかそういうことですか。手応えというか、まあ、その喜んではくれて、その頼んで来てくれた友達が、うんうん、でそういうしてるうちにこうだんだんその友達も優秀なやつだと学外でちょっと仕事っぽいことをし始めるったりするわけですよ、うんうん、でそれに、まあ、僕もついていくというか、うん、じゃあ引き続き音楽つけてねっていう流れからだんだんその仕事として意識し始めるみたいな時期が大学4年。ズバリ聞きますけど、大学何年行きました。院まで行ってるんで、うん、6年間ですね。
なるほど、ダブリンじゃなくて、はい、ちゃんとインドに行ってるわけですね。はい、ギリン、はい、そうです、はい、でそこで一応まあ映像学科でいろんなもの作られたと思うんですけど、はい、そういうんではなく、あの音楽をやってみようと思ったっていうのは、なんかやっぱそこでつけていくことに何か快感というか、なんか自分がすごい興味を持ったとか、なんかきっかけになったことってあるんですか？なんか思ったのが、バンドばっかりそれまでやってきたんですけど、まあ、バンドじゃなくてもやっぱ音楽作るのって楽しいんだなって改めて思って、でそもそもデザインの方面に進んだのが、僕一番好きなのはずっと音楽 で、うん、で2番目に好きなのがデザインとかそういうものだったんですね、うんうん、インテリアデザインとか、うん、で1番目がその仕事にならなそうだ、だったらじゃあ2番目に好きなことを仕事にしてみたいっていうところで、うん、まあ、インテリアの方に1回は行ったわけですけど、うん、それがまたそのやっぱ1番目の方で夢が叶うんだらしたいよしたいよっていう気持ちになっていった時期ですね、うん。じゃあ、 あの卒業されて大学院も卒業されてさ就職ってなった時に、はい、就職もしくは社会に出るってなった時にどのような行動をされたんですか？あ、すみません、もう一度よろしいですか？だから卒業しました、もうあとはもう社会人として生きていく、はい、そういう時にどういうような行動に出られたんですか？あ、普通に就職活動みたいな感じで、はい、資料、あのデモテープ、デモ CD と、はい、履歴書となんか冊子みたいなのを作って、それをいろんな会社さんとか事務所さんにバッて送る。それを音楽事務所に、なんか音楽で生きていくってことを決めて、はい、入れないかなと思っていろんなところに送ったということですね。そうですね、ーゲーム作る会社さんにも送ったし、事務所みたいなところにも送ったし、うん、多分30、40もっとかな、まあ、そのくらい送りました、うん、その中でなんとモナカさんに、はい、試験あったんですか？試験、僕の知らないところであったのかもしれないですけど、あ、でもまあ基本的にやらされたことは面接、面談みたいなことだけですね、うん、はい。で、あの割とすんなりとパッと決まった感じなんですね。というか多分、ということは多分、はい、デモテープ来たらまあいろいろあると思うんですけど、こいついけるかもって思った人は面談するし、はいはいはい、そこで、あ、問題ないかもって思ったら入社っていう、多分そういういろいろハードルがあると思うんです。そうなんでしょうね、まあ、返事来なかった会社さんがほとんどでしたから、はい、うん、何十社も送った中で、そういう中で、あとこの前、別のところで田中秀和先輩からちょっと言われた、はいはい、先に野間中に所属していたんですが、僕の履歴書を見たことがあるらしくて、それがすごく変わっていったから今でも覚えているって言われたんですね、うん、なんかそれがちょっと冊子みたいにして、まあ、美術界であるポートフォリオっていう作品集みたいな、はいはい、それに似せたもので音楽の冊子みたいなの、うんうん、活動履歴みたいなのを作って、うん、まあ、出したのが、それが今でも覚えてるからやっぱ独特だったんじゃないかって言われました。なんかあの昔ラジオとかいろんなのに読まれるためにいろいろ変わったデコレーションをしてラジオを出すと読まれるとか、そういうのに近いような、やっぱそういう工夫っていうのは音楽にも通じるものがあるのかもしれないです ね、 なんかね。そうですね、まあ、うまく自分の考えをどううまくかっこよく伝えるかみたいなのは、その大学からずっと学んできたことの流れでそうなっていると思います。さあ、そしてモナカさんに入社が決まり、はい、で通い始めてどんなことをさせられたんですか？最初は、高崎悟、うん、当時から所属している高崎悟って先輩の作家のアシスタントをすることになりますね。もう神様についちゃったわけですね。そうですね、まあ、名前にも神ってついてるぐらいですからね。はい、はい、その最初の印象ってどうでしたか？高崎さんはもちろんご存知だったと思いますけど、はいはい、あのこちらにもゲストで来ていただいて、はい、あのもう神っぷりをね、あの京都大学出て作曲家になってるっていう、なかなかね、そうですね、あの、インテリの方だったし、そうですね、はい、まあやっぱそういう経歴もあってか、中身はかなり変人なのかなとは思いますが、まあ、それがもちろん作曲にも生きてるし、才能にももちろん出てるっていう、うん、多分遊び心とかがあって、こういうふうにひねるとどうなんだろうみたいな、そういう変化球もいっぱいかけて、うん、でもベーシックなとこちゃんとかけるっていう、そういうところがあるから、はい、なんかね、すごく考えて、曲をいっぱい出されて、はい、すごく考えて、あの、はい、
制作をする方ですね、ものすごく考えています。そういうのはどういうような形で吸収されたんですか。入ったばっかりの時は、まあ、雑務、データの整理だったり、まあ、掃除みたいなことだったりもするし、あとはそのレコーディングスタジオについていって、まあ、そのなんだろう、楽譜印刷したりお茶をなんか用意したりとかしつつ、そのどういうことが行われているかプロの現場でっていうのをレコーディングとか発注が来て、どういうことを考えて、どういうふうに作り込んで作り上げて、レコーディングどうして、そこの現場でディレクションどうしてとか、そういうのを一部始終見て、そうですね、もう全部見て見て覚えていったってことですね。はい、でもすごいいいですよね。なんかいい先生に、もう理想的な先生について、いや本当そうです、ね、やっぱりだから、はい、仕事が多い方でいろんなジャンルやられてる方は、いろんな現場が見れるということですもんね。そうですね、もう、第二の父ぐらいに思って、大尊敬はしてますね。へ、すごいですね。はい、でそういうアシスタントを してるだけでなかなかデビューができないかったのが、でもどんどん力つけて戦力にならなきゃいけないですよね。そうですね。でどれぐらいしてからそういう自分で作品書き始めたんですか。1年ちょっとぐらい経った感じかな。はいはい、なんかそれの手前までもちょこちょこそのこういうのをちょっとやってみてって言われて、試しでやってみて、制作曲を作ってみて、ああなるほど、ここはこういうところがまだダメだねとかって言われながらずっとやってたんですが、だいたい1年とか1年半ぐらいで、一応自分の名前として曲が世に出るっていうことがあった気がします。はい、そういう風になってきて、なんかその中でウェイクアップガールズっていうのがすごいターニングポイントになったってこう聞いてるんですけど、はい、そうですね、最初に、なんだろう、大きなプロジェクトというか、長く、結果的には長く続いたプロジェクトに最初から関わらせていただいて、視聴者の皆さんはご存知だと思いますけれども、ウェイクアップガールズというのはこのようなプロジェクトですってこう、テロップ出てますね。そうですね、ちょっとパッと見分かりづらいかもしれないんですが、アイドルアニメ、はい、7人出てくるアイドルアニメがあって、でそれぞれに新人の子が声を当てているという、だから実際のアイドルも7人いるし、ちょっと名前が違くて二次元のアイドルの子もいるという、もうリアルにアイドルを育てていきつつ自分も一緒に育っていくみたいな、そういう感じ、ね、はい、まさにそんなプロジェクトでした。で今なんか BGM として流れているのが僕らのフランティアでいいんですか。まだ流れてませんか。流れてますか。流れてますね。はい、で何かこの僕らのフロンティアっていう曲がすごくお気に入りだっていうことなんですけど、僕らのフロンティアは、そうですね、この曲は、はい、ウェイクアップガールズが初めて自分たちのアニメの外に出た曲なんですよね。この別のアニメのタイアップとして、ウェイクアップガールズっていう名前で曲が出たっていうものになるんですよね。なので結構何を作ったらいいか悩んだところであって、その元々のウェイクアップガールズっていう作品の匂いみたいなのをどのくらい残すべきか、残さないべきかみたいなところとか、でもやっぱり作品、そのタイアップ先の作品のことも考えて、でも本当になんか若いのにそれこそそのアイドルをどう売ってどういうふうに表現してどういう立ち位置でどう見せるかみたいな、本当にプロデューサーとしての立場で行動されてたんですね。あ、そうなんですかね。そう言われてみればそうですね。本当にそうだと思いますよ。アーティストとかそういう人たちをどう導いていくかって本当に、まあプロデューサーが一番抑えなきゃならないことだと思うんですけど、僕らの世代だと、まあプロデュースやられる方はそういうとこもやられる方いますけど、はいはい、結構曲だけとか詞だけとか割とプロデューサーが別にいて発注されて作るみたいなことも多いので、はいはいはい、でも歌詞も書かれてるんですよね。歌詞もこの時期は書いてないですが、最近はやらせていただいてます。なるほど、はい、はい、で、そこからアイドルマスターシンデレラガールズでの挑戦が始まるわけですよね。はい、でここ行っちゃってもういいんですか。はい、行っちゃっていいですね。はい、すいません。
ではここでですね、アイドルマスターシンデレラガールで、はい、広川さんが演奏をすべてご自身で担当されたというアンデッドダンスロック、素晴らしいっていうか、はい、まず全部一人でやってるということ、はい、これどうやってレコーディングしてます？何の楽器から最初に作るんですか？まあ、その一般的にはまず打ち込みと言われる、全部シンセでガイドを作って、はいはい、そこからレコーディングを始めました。最初はドラムから撮って、はい、ドラム差し替えていくって感じだから、そうですね、クリック聞いたオケに合わせてドラムを生で叩いて、そうですね、ドラムめちゃくちゃ大変ですよ、はい、あ、大変ですよ、もう体力が落ちてて、すごい、あ、なんだろう、つったり、足つったりとかしますし、体力が落ちててっていうか、まあ、確かにそこそこアップテンポだし、あと、これ、録音のマイキングとかそういうのをエンジニア立てないで一人でやったんですか？いや、もちろんエンジニアさんにお願いして、そこら辺すごくね、いい音してますもんね、あ、ありがとうございます、これはサインサウンド、相澤さんの曲ですね。あとギターのリフも印象的だし、なんか倍音の乗せ方とか、チャカ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 って時のなんか感じもいいし、はい、ありがとうございます。ちょっとこれはホラーテイストの曲っていう発注だったので、まあ、そういうちょっと、はい、なんですかね、まあ、ゾンビじゃないけどそういうテイストが入ってるのをギターで入れてるすごくね、個性的だしアーティスティックですよね、アイドルものだけど。ありがとうございます。素晴らしい。でもやってみてどこが一番大変でした、この曲？大変なのは、まあ、やっぱりドラム。ドラムで足がつったこと。そうですね、ドラムセットはもちろん持ってないのでレンタル業者さんにお願いして持ってきてもらって、はい、それ栄っていうメーカーのドラム使いましたけど。でもなんかあれしないとなかなか大変ですよね、リハーサルとかしないと。個人練習行きました、2回ぐらい。あ、ドラムはそうですね、まあ今ね、だって生のドラムじゃなくても、まあ、全然生と見分けがつかないぐらいの打ち込みの音が出るじゃないですか。確かにそうなんですよね。でもその中であえて生ドラムに足をつってまでこだわったのは何があったんですか？なんかドラム、僕ドラム一応叩ける人間として言わせてもらうと、うん、ドラム打ち込みで音は良くなったとはいえ、やっぱり生にはかなわない部分があるなと思っていて、うん、なんかそういう部分も今回のこの曲アンデッドダンスロックに関しては、うん、なんか欲しいなっていう気持ちがあったので、まあ、要はスネアが毎回同じ音で鳴ってるわけないじゃんみたいな、生でやってる時は少しよれたりいろんな音が入ったり、はい、気持ちが入る時はすごいスカンってなったりとか、そうですね、そういうことをね。なるほど。シンバルの揺れ方とか、うん、ちょっとピッチがこう歪む感じで、ウェーンとかなったりするね。ちょっと打ち込みではまだ、でもなんか今広川さんのドラムの打ち込みすごいとかって書いてありますけど。あ、本当ですか。まあ、でも叩ける人が打ち込むとやっぱりすごくなるんですよ。まあ、ある程度、はい、そうですね。アレンジでもバリンとか弦をやってる人が弦のストリングスアレンジするとすごいいいとか。じゃあこの辺でもう一度、うん、ということで、はい、次の楽曲聴けるようになったのかな。あ、わかりました。じゃあもう一度アンデッドダンスロック聴いていただきましょう。GO!
アンデッドダンスロックを聴いていただきました。ちょっといろいろ権利関係がありこれ以上全部フルコーラスでは流せないというちょっとあれがありますけど、で、まあ、あらかた創作時の話題は、はい聞いちゃったので、はい、続いてですね、アイドルマスターシンデレラガールズの8周年を記念して制作されたショートアニメで出来上がった映像に音楽をつけてシンクロさせるフィルムスコアリングという手法に挑戦してやった、はい、これは BGM として流れるんですかね、はい、オームアムアに幸運をという曲が、はい、あ今これ流れてるやつですね。そうです。でそのフィルムスコアリングやってみてどうでした？ですね、うん、これ今喋って大丈夫なんですか、ね、うん、ですね、これ、はい、BGM として、まあ、フィルムスコアリングっぽいこと、まあ、あの劇版なんかではよくというか、まあ、やったことはあったんですが、うん、歌物でしかもそのわざとらしくなんかタイミングとかその切り替わる場面転換タイミングをわざとらしくしないで普通のポップソングとして成立させつつ、うん、みたいなオーダーだったんですよね。で映像が多分6分とか7分とかうん、曲で、まあ、ポップソングとかとしても長いし、うん、結構というかかなり大変な思いをしながら作った、うん、しかもなんか生演奏もこれ入ってるわけですよね。レコーディングもしてます、はいはい、これちょっとレトロっぽいサウンドを目指しててちょっとあの面白いエピソードがあって、これミックス、まあ、僕らには非常に聞きやすい耳馴染むようなサウンドなんですけどね。あの、うん、ミックスチェックってトラックダウンって、はい、最終的な音のバランスを確認する作業の時に、はい、ヤマハの 10M を使ってミックスしてるんですよ、はいはい、でそのまあまあ、その時代的にはちょっとそのちょうどその80年代に多く使われたスピーカーだと思うんですが、今ってあんま、うん、まあはい、僕らはもうほとんどだからスタジオに行くと、はいはいはい、世界各国どこでもヤマハの黒いこれぐらいの、ね、白いコーンスピーカーの AM、ね、はい、っていうのが置いてあって、うん、そこでちゃんと鳴るものでないと、うん、ラジオとかテレビでちゃんと流れない、うん、そこかあともっと前だとオーラトーンってもっと小さいスピーカー、うん、そのどっちかでチェックするっていうのはもう王道中の王道で、うん、多分80年代か90年代の半ばぐらいまでそういうスタジオ特に日本はかなり多かったんじゃないですかね、うん、そうですよね、はい、なんか僕の周りではあんまりその TM って、まあ、見はするけどあんま使うことって少なくて多分ねもう TM 作んなくなっちゃったんですねヤマハが、はい、だから物が 手に入らないからで一時期はスピーカーのストックを持ってて、はいはい、飛んだら買えるって言って、はい、うちはまだストックあるけどもうなくなったみたいなので、はいはい、どうするどうするって言って世の中のあれがだんだんこうこのそうだな、うん、でも2000年代入ってもまだ使ってるとか使ってました、ね、そうですね使ってる方ももちろんいましたね。ベテランエンジニアとかそれでやっぱりいい音作ってた、はいはい、なんかいろんなエピソード聞かせていただいて面白かったです、はい、なんか今だから それからもうちょっと新世代なんで、もうちょっと解像力のあるスピーカーを使うことが多いですね。あいやあそうですね、はい、はい、まあそういうちょっとレトロさを機材でも意識。いやなんか今逆にいろんな意味でこう時代っていうかその、うん、ああそうかテーマを使うっていうことだけでそんだけ特別なことなんだっていうのを今ちょっと、はい、いい勉強になりました。はい、はい、テーマで鳴らすとすごくね音いいバランスになりますから、うん、はい、でもねピンポイントで伝えたい歌とかの全体的像が割と見えやすいスピーカーでもありますからね。そうですね、はい、はい、それでですね次続いてはですね歌物と劇版とかっていうのを、はい、まあ、両方やられてると思うんですけどそこのにまあ多分別々のこだわりを持ってやられてると思うんですがなんかそこら辺のお話聞いてもいいですか。まあ、バランスによるんですが歌物の方が、うんうん、なんか僕のなんか頭の中というかイメージの中になんか蛇口みたいなものがあってそれがこうアーティスト性みたいなものだったり作家性みたいなものだったりちょっとこう変わったことしてやろうみたいな蛇口が1個あってそれの開け具合が歌物の方がちょっと開け気味でいいのかなと劇版の方がちょっと締め気味でやらなきゃみたいなところは一番大きく考えていることな気がしてます。要はそのあんまり出しゃばりすぎないでそのプロジェクト全体の、要求されるものを絶妙に出すっていうのが劇版 で,、はいはい、で
まあ、歌物っていうのはどちらかというと結構個性のダダ漏れでこうちょっと変態触れるとかちょっとなんか儲けするとかっていうのをバッと出してもいいっていうそういう感じ。まあそのプロジェクトにももちろんよりますし、はいはい、なんかいろんな内容にもよるんですが、うん、まあ、いけるときはガッて全開に一瞬だけ知ってみようかなと思ったりします。なるほどね。はい、皆さん、あの広川ワールドはやっぱり歌物の方がちょっと濃い感じが出るみたいですよ。いや、もう劇場の仕事もお待ちしております。まあ劇場は劇場で楽しいですよね。なんかやっぱそのシーンとか世界観にどんな音つけようかな、でもまあそんな独りよがりにならずにみたいな、そういうことですよね。じゃあ、ですね、日頃の創作活動についてなんかお写真を持ってきていただいたので、スタジオの写真なんですかね、これは。はい、スタジオというよりは、まあ、打ち込みの作業場、まあ、とか創作スペースですか、ね、デスクアトリエみたいな感じなんですか、はい、これあのキーボードはどこのやつですか。アートリアだったか。アートリアの、アートリアで読み方合ってますか、ね、ええ、あ、僕もこれの、え、これのこれって ラボですか。あ、そんな名前だった。結構新しい目のラボ、ラボ2なんです、はい、僕ねラボ1の8時発見使ってました、はいはい、今でもライブとかに結構鍵盤のタッチが良くて、そうですね、はい、でもキーボードが赤いし、はい、なんかスピーカーも赤いし、はい、でなんかスタジオの床も赤いじゃないですか。これは、はいはいはい、なんか赤い色が、今日はカーディガンオレンジですけど、これ一応僕テーマがあって、この部屋寿司をテーマに作っている。寿司、寿司部屋って自分では呼んでるんですが、あ、だから白、壁が白なのでシャリ、あのちょっと釣ってある、はい、釣ってある黄色いバッグがトートバッグみたいなのがガリですか。ガリです。でなるほど、あの棚が緑でわさびかなみたいな、あ、なるほど、感じですね、はい、なかなか楽しいねこれ。でもすごい綺麗好きですね、なんかすっきり。そうですね、そうですね、寿司だよ寿司なんだって。はいはい、なるほどね、はい、こんな感じ。インテリアデザイナーとして何点ぐらいですかね、さっきの。いや、僕インテリアデザイナーもう諦めたみたいな。あ、そうです。大きな口は叩けない、はい、いやいやいや、でもあの例えばその曲ってやっぱこもってこういうところで作るんですか。どういう感じで曲ってできるんですか。本当に本当の最初の曲の先の一本目ってことですよね、うん、デスクに向かってすぐ出てくることもあれば、うん、出ないときはお風呂に入ったり、うん、部屋を歩き回ったり散歩したり、うん、ちょっと出かけたり、あるいは寝たり、うん、酒を飲んだりみたいな感じで、うん、え、酒飲んで曲作れます。作れるときと作れないときがあります。あ、まあ、昔、ね、大先生のデモテープを聞いたときに、はい、ザラーンとか A タイプ、じゃあ続いて B タイプっていう間にコロンと音が入ってて、カセットテープを聞いた時、はい、ん、水割り飲みながら作ってんなって思っちゃったことがありますからね。あ、そこまで入って音に入っちゃってる。なんか僕だったら その音も使って曲に最後まで使ったら面白いかなと考えちゃいます。はい、あ、でもお酒飲んだりしてどうですか。あの例えば勤務転換に飲むにしても、はい、飲んで酔っ払って勢いで作った曲って良かったりするんですか。良くないことの方が多いんですが、まあ、翌日とかに聞いてみて、はい、あ、でもこの入り方はシラフの時では出なかったかなみたいなのは、そういう場所だけ使ったり。それを酔っ払った時に作ったモチーフをシラフの時にちゃんと吟味して、あ、それはもちろん、ちょっとやるってことですね。そうです、そうです、はい、なるほど、面白い、はい、あと例えばそのスタジオ、まあ、僕もねスタジオの中で出ないとき歩き回る、確かに、うん、それをやるけど、ね、もっと気分を変えて作りたいって言って割と旅に出たりするのをやってみたり、はいはい、してるらしい。してました、はいはい、してあのコロナに なってしまってからはちょっとできてないんですが、はい、その以前は結構ビジネスホテルとか、うん、あのまあ、ビジネスホテル、そうですね、ビジネスホテル泊まって、はい、でそこに何日間か、まあ、その宿と、例えばどんなビジネスホテルに泊まるんですか。普通のあれですね、ドーミーインとかですかね、はいはい、いやいや、そうだけど例えばどういうところにの街、
例えば急に、まあ、東京だと思いますけど、はい、東京のビジネスホテルですか、それともか、まあ、東京の場合もありました、はい、へ、秋葉原の、なんか電気街のところにあるアパホテル電気街店とか、やっぱりなんかやっぱ気分変わりますか。めちゃめちゃ変わります。へ、なんかなんだろう、やっぱ僕そのいろんな街に行ってそこの空気感を味わうのが大好きなので、うんうん、なんかそういう気分転換も兼ねつつ、まあ、秋葉原だったらちょっとオタクカルチャーみたいなの最先端も感じつつ制作をできるみたいなので、うん、でそういう曲ができますか。できないですね。あ、できないんだ。できないですね。あ、気分、その環境を変えることで、まあ、多分何かしらのうまい影響は、いい影響があると思うんですが、うん、直接的なことは分からない。多分でもそういうのはなんか創作のアイディアの源泉みたいなものっていうのはそういう表層的なものではなくて、なんかもっと深いところから吸収されるのかもしれないですね。まあそのなんかいろんな体験も普段からのいろんなものを見たり、なんか食べて味わったりとか、なんか映画見るな映画見るとか、そのいろんな何もかもが作曲につながっていって出たら嬉しいですね。でも多分ね、クリエイターの人ってそうだと思うんです。やっぱりあの割と放電じゃないですか、自分の中からひねり出すとか、まあ、自分を伝って出すばかりなんだけど、はい、やっぱり充電しないったりとかいろいろ経験しないと新しいアイディアとかいろんなことにつながっていかないし、うん、そうですね、うん、なるほどな、はい、なんか仙台が舞台だったウェイクアップガールズは仙台行ったとか、はい、そういうのも行きました。仙台自体も、はい、かなりの回数行きました。ああ、なるほど。どうでしたか。仙台いい場所ですね。すごくいい場所ですね。ああ、まあその皆さん多分言うと思いますけども、駅前、駅地下にいろんなものがギュッてあるから、うん、なんかアクセスがいろいろしやすいっていう、うん、住みやすいっていう評判はよく聞きますね、うんうん、なるほど。であとそれからなんか演奏写真としてバンドのなんか写真をいろいろ持ってきていただいて、はい、バンド活動もしていたことがあると。多分会社入る前なんで20歳。これはまだ造形大の匂いが色濃くある頃ですか。これそうですね、うん、これかなり解像度が悪くて申し訳ないんですけど、これ多分なんか学祭かな。ここであの奥で帽子かぶってベース弾いてる人ですか。はい、そうですね。ちなみにこの後ろのドラムは金川君っていう、今でもドラムをお願いしている、うん、プロミュージシャンやってますね。ガラケーとかで撮ってそうとか、多分もう本当その時代ですね。これスタジオですか。リハーサルスタジオでなんか、うん、なんか弾いてますね。5弦目。これ DJ じゃないですか。DJ は、はい、そうですね、一瞬だけ本当にあのバックグラウンドミュージックとして なんかライブの途中で DJ やって BGM 流してって言われた時に、やった時の写真です。はいはい、これもそうですね。これまあでもいろいろやられてますよね。この時期、バンドさんと一緒になんかマニピュレーター兼 DJ みたいな感じでライブをしてたことがあって、その時の写真。これモナカ前ということですね。モナカ前ですね。モナカ前。大学生ぐらいの時です。でもここでいろいろやった経験が実際作曲家としてやってる時にいろんな楽器を演奏できる武器になってたりもするわけじゃないですか。ああ、そうだと嬉しいですね、うん、まあ、でもそう思いますよ、まあいい、はい、あのみんな何かし、まあ、キーボードドラムとか、まあ、何かしらの楽器できるけど作曲家の人で全部できる人っていうのはそんなに多くないですから、うん、まあ、あのしかもあの演奏までレコーディングクオリティでできる人はそんなに多くないと思うから、あ、それはありがとうございます。これからもじゃあやっていきたいです、まあ、天才はジェイコブ・コルヤみたいに何でも天才的にできるやつもいるけど、はいはい、なんかあのありがとうございます。しかもロックテイストをこんだけ出せるのはジェイコブ・コルヤにも出せないと思うすごいいいと思いますね。ありがとうございます。で、まあ、事務所モナカっていうのは、はい、どんな会社でなんかどんな立ち位置な感じなんですかね。その事務所と自分の関係というのは。そうですね。でもその音楽業界入って最初の、まあ、会社で今もずっといるって感じで、はい、本当に業界のいろんなことを教わった。で結構アットホームな雰囲気が、会社自体もそのビシッとこうオフィスみたいなところじゃなくて、わりかしアットホームな
建物だったりする、なんかね、僕旗から見てますからあれなんですけど、いやすごくいいなと思うのはやっぱり新人にいろいろこうお手伝いもさせて経験もさせながら、そうです、ね、ちゃんと先輩がいろいろ見てくれて、あ、ここ甘いとかって言いながらちょっとピックアップもしてくれて育ててもらい戦力になり、で今なんかその先輩なんかとはやっぱり師弟関係でなかなかあれなんですけど、それとも仲間意識とかも芽生えちゃってるんですか？両方あるんじゃないですかね。そのモナカフェスっていうイベントもやらせていただいたりもして、あ、今何人ぐらい作曲家の方いらっしゃる？何人だ、10人とぐらい、10人ぐらいだったかな、ちょっとあんま詳しく分かんないんですけど。そんなにいらっしゃるんですね。そうですね、あの、そうですね、うん、僕の下に、何や3人4人とかそのぐらい。広川さんもアシスタントを育てたりとか、なんかいろいろ。僕は今のところそのポジションはではないですね、まだ。はい、なるほど。で、なんかすごくいい関係を持ってて、僕も本当今だ、もし20代だったらぜひ野中にすごく目立つショーリールを送ってなんとか採用してもらいたいなと思いますけど。本当ですか？はい、まあそんな感じで音楽生活をしているんですけど、プライベートのところにちょっと触れたいんですけど、割となんかドライブとかなんか食とかなんかそういうのがお好きだっていうことで。好きです。はい、まあ、バイク乗ってらしたから車に行くのは、まあ、当然だと思うんですけど、はい、食ってなると例えばどんなものが好きなんですか？僕日本酒が好きなんですよね。日本酒、はい、日本酒にここ数年ずっとハマっているので、いいですね、日本酒に合う食べ物であれば何でもって感じですかね、はい、まあ、あとはラーメンも好きですね。ラーメン、はい、男ですね。あ、まあ、でもね、僕らもあの若い頃とか、はい、結構なんかレコーディング行ったりするともう飯食う暇ないとか、ずっとなんかやっても腹減ったなと思って行けってやってるところは深夜もやってるラーメン屋しかないみたいなとか、あ、はいはいはい、ほんでやっぱりすごい、うわこれすごいですね、これ日本酒ですね。これはそうです、いろいろ出てます。これは2020年に1年間で飲んだ日本酒の抜粋みたいな感じです、ね、これ同じものをインスタグラムにも上げていますが、確か、はい、あ、でもなんか独特の千なんとかってやつが、あと、ね、千金というんですか、それがそう僕が一番好きなお酒です。それどこのお酒ですか？栃木県ですね。栃木県、はい、甘酸っぱくて、まあ、今風のすっきりフルーティーってやつで美味しいですね、はい、フルーティー。お酒の、私お酒飲めないタイプなんですけど、日本酒のパッケージというかそのラベルってものすごくかっこいいですよね。かっこいいです ね、 あの権利士とかすごくかっこいいんですよ ね、 ね、昔からあるお酒ですけど、すごいこう高名な書家の方とか、はいはい、そういうのもあります、あのデザイナーの方とかが、はい、あの作られたりしてさあ、今一瞬ですがラーメンいっぱい出てたんですけど、はい、これもこんだけ食ってるわけですか？まあ、写真出たということは食べてるということ、全部行って食べたとこですよね。そうだと、あ、でも 家で作ったのもいくつか混ざってる。あ、でも食べたことじゃないですか。そうですね、はい、あの食べた写真があるということですよね。一番好きなのはどれですか？どれだっけ、一番好き、結構もう最近レベルめちゃくちゃ上がってて、あ、でも新宿にある、はい、あ、これなんですか、これ。あ、これは、これは僕が生涯一番美味しいと思ったら、はい、麺で、今はもう潰れてしまったんですが、淡路町にあった遺跡屋というラーメン屋さん。淡路町の肉そばってやつですね。これでもこれ完全にもうなんかチャーシューでもう麺が見えませんよね。これね美味しかったんで潰れちゃったんですけど、ね、はい、これこの美味しさのポイントは肉ですか、それともつゆですか、麺ですか？全部です、バランスですね、はい、バランスね、なるほど。私もね、一番好きだったラーメン屋さん潰れちゃったんですね。潰れちゃった、そう、めちゃくちゃがっかりしますよね。ラーメンほど亡くなられたわけじゃないですよね。いや、お店を閉めただけですよね。あ、そうだと思います、ね、多分もしかすると待ってるとどっかでやるかもしれません。あ、じゃあそれはちょっと情報をちゃんと収集しとかないとダメですね、常に。僕も昔あのステーキ屋さんがうちの事務所の向かいにあって、すごい安くて独特のステーキ売ってたんで、うん、割とファン通ってたんですけど、なくなっちゃったんですけど、もうどこからか情報が回ってきて、なんか
中野新町でやってるぞとか、なんかどんどん追っかけて、でもね味が落ちたよ、弟子がどこでやってるとか、そういう出回ったか、なんか探すとあるかもしれないですね。ありました。例えば神奈川で、神風ラーメン神風っていうのは昔もつ台とかそれにあったのが復活、戸塚に復活したっていうのは見つけて、それを食べに行きました。なるほどね。オタクですいません。でもなんか、いやいいんですよ、我々食にしかこだわれなくなる時期ってあると思うんで、はいはい、それはすごく大事だと思います。あと何、コロナ禍で外で飲めない時には家で料理を作ったりしたって書いてありますけど。そうですね、料理もだいぶ研究しました。どんなものを作ってたんですか。一応言ったのと小籠包を作った。小籠包、これ前にも作ってたんですけど、小籠包とか、どら焼きも、どら焼きも何回か作ってるんですが、でも結構なんか普通の人が手出さないようなとこ行っちゃいますね。なんかそのあれって大好き、まあ、小籠包もどら焼きも大好きなんですけど、あれってどうやって作ってるんだろうって気になるみたいな、気になって調べる、あこうやって作ってるんだ、じゃあ作ってみようかなみたいな。でもどら焼きはなんとなく想像ついて、ホットケーキミックスとかなんかそんなパンケーキで、あんこは合わせればなるような気がするんだけど。はいはいはい、そうですね、おおむねその通りなんですが、はい、そのまま作るとホットケーキミックスなんで洋風のホットケーキになってしまうので、うんうん、そこに醤油をバーって入れるんですよ。え、それは調べたんですよ。どの段階で入れるんですか、醤油。こうかき混ぜてるとき、かき混ぜてるとき醤油を足す、はい、そうするとなんか生地もこう黒っぽくなるし、黒糖みたいな甘さが出て、まあ、砂糖もめちゃくちゃ入れるんですけど。皆さん広川ワールド全開です。なるほどね。固めにしてこうやる。やっぱりなんか目の付けどころがユニークな作曲家さんな感じがしますけど、どうですかご自分的には。嬉しいです、ありがとうございます。そうですか。まあそんなわけでですね、はい、いろいろプライベートも探っていったわけなんですけれども、さあ、一応ここはジャスラックの番組なので、はい、まあ著作権とかについてもちょっとなんか語っていただきたいかななんて思っちゃったりするんですけど。語るか難しいですね。まあ、確かに若い作曲家の方って、僕も多分ね20代から30代半ばぐらいまではねあんまり気にしてなかったと思います。まあ契約してなんとなくやってくれてんだろうなぐらいな感じで、著作権とは何ぞやとか、それがどうなってるのかとかっていう権利とかの意識は低いんですけど、だから入会も割と僕遅かったんですけど、なぜジャスラックにじゃあ信託をされたんですか。モナカって、まあ、先ほどお話したモナカって会社に、はい、からその信託するのいいんじゃないか、曲数も増えてきたしっていう、うんうん、そういうおすすめされたのがきっかけで、うん、入った、いつでしたっけ、2019年かな、2年ぐらい前ですかね、はい、に入った形になります、うん、それまで例えばその自分の楽曲がどういうふうに管理されたり、どういうふうに使われているとどうなってるかなっていうのはあんまり考えたことがなかったんですか。考えてはいたんですが、はいはい、それがどこで知ったりできるのかとか、結構こうブラックボックスというか、うん、なんかこう分からないところで行われているっていうのが、その前はありました。そうですよね、まあ、確かに一般、特に一般の方にはあまりどうなって、うん、どういうふうに徴収されてるのかということも分かんないと思うんですけど、最近はさっき木村さんが出されたフィンガープリントみたいなのもあって、放送なんていうのはほとんどそのフィンガープリントのフィルターを通ってどこで何が使われたって全部分かる、あそこにありましたって使ってますね。そういうようなのを使われたりとか、技術がどんどんこう発達してきたので、正確にどこで何がどの記憶がどういう何分間何秒間使われたかって入ってくるようになってはい、のでそれで使ったんだから、じゃあ使用料払ってくださいって請求して、それがちゃんと入ってきたのあなたのは何秒使われましたってこう分配できるっていうふうになってきて、すごいこう皆さんが想像している以上に正確に分配されてるんですよね、うん、で分かんないとなんか金だけ取られてるみたいなのとかなんかいろいろ思っちゃうんですけど、うん、じゃあ漠然とアーティストにはのそういうお金を使用料とか徴収してくれる団体みたいな感じの意識だったんですかね。まあ、もう少しこう漠然とというよりは、うん、はっきり見えてはいるつもりではいます。その、うん、
毎期ごとにその書類を送っていただいて、うん、でかなり詳細に、カラオケこの曲何曲歌われてますよとか、うん、テレビでこの曲が何回使われてますよとか、うん、もう本当に数が載っているっていうのが最初すごくびっくりして、あ、こんなに細かくやってくださっているんだっていうのは、年々細かくなるからね。そうそう、だってこのウェブサイトでこんだけしか使われてないのにとかっていう情報も来るから。あ、そうなんですね。面白いですね。それこそ紙で来てた情報には制限ありますけど、それがウェブでエクセルのファイルでいくんですけど、もう本当に細かく書いたら、それ申請すればそういうふうに手続きできます、ね。そうなんですね。はい、じゃあもし興味があられたらぜひ。今度ちょっと 見させていただきます。はい。はい、なんかあとそのジャスラックに関してこうしてほしいとか、なんかご希望があれば。ご希望は特にないかな。引き続きよろしくお願いいたしますっていう感じなんです。あ、なんか優しいな。はい、もし、じゃあ、はい、はい、すいません。もし、はい、ジャスラックにこういうふうにしてほしいなっていう、はい、ご希望がある場合はぜひ正会員になっていただいて、正会員になるといろいろこう言えたりとか、うんうんうん、経営に携わるというか、なので、今若い方正会員たくさん来ていただけるように頑張っているので、うんうん、もし正会員になる2019年新宅なので、多分来年とか正会のご案内が行くんじゃないかと思うので、ぜひ、はい、ぜひお待ちしております。そう、結局自分が使い方、この曲はこういうふうに管理したくて、ここはこういうふうになるようになるといいなっていうことに対して意見をちゃんと言えるようになる、まあ意見はもう言えるんだけど、ちゃんと耳を傾けてくれるようになるので、そうやってこうジャスラックのルールとかをみんなで変えていくっていうふうにすると、より使う方も信託する方にとってもいい感じになると思うので、ぜひ。やっぱり現場の声というか、はい、現場って言ったら言い方が乱暴かもしれないんですけど、うん、音楽シーンもどんどん時代に沿って変わっていきますでしょ。今みたいにインタラクティブがたくさんになってきたり、うん、 そうですね、はい、そうするとやはりそういうところで第一線で活躍なさってる作家の方がこうなったらいいなとか、これ困ってるんだよみたいなことをがどんどん上がってくると、それが実現、何か変わる実現にきっかけになるかもしれないので、うん、はい、ぜひお待ちしております、はい。じゃあ、質問コーナーの方に行こうかな。なんか、ファンの方が大勢見ていただいているので、広川さんにぶつけたい質問がありましたら、ぜひここに書き出していただけますか。じゃあ書き出されるまでは、まず、もう事前に集めていた質問をぶつけさせていただきます。これまでで一番苦労した難産だった楽曲は何ですか。あ、どうだろう。でもやっぱり先ほど紹介させていただいたオーマームアに幸運をっていう曲ですかね。足つったやつ。いや、違います。足つった後の、シンクロしたやつですね。あ、そうです。フィルムスコアリング、ね、なるほど。作曲家を目指しています。特に劇版、はい、アドバイスがあればよろしくお願いします。映画をいっぱい見たらいいと思います。映画だったりアニメ作品だったりテレビ作品だったり。気になる最近のクリエイターや自分の曲を歌ってほしいアーティストはいますか。ちょっとパッとすぐは出てこないな。作曲家にならなかったらどんな人生を歩んでいたと思いますか。社畜。社畜。インテリア系社畜になってたかもしれない。はい、なるほど。ランガちゃんにまた楽曲提供今日お願いしますって。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、エイベックス様よろしく。そして好きなデザイナーは。好きなデザイナー、ザハさんです。ザハハディドさんです。ああ、ザハ。実家ですけど、はい。ね、亡くなられちゃったからね、はい、みたいな。はい。影響を受けた好きなアーティストは。アーティスト、音楽ですかね。そうですね、だと思いますね。ジャミロクワイ、青ジャミロクワイ、まあ、その辺です。はい、今日はご紹介させていただいたあたりです。はい。でもあとはもうなんかご意見というよりも基本的に、あれ、あと国立、国立、大森さん、あれあっち見てください。はい。作詞家に対する考え方はっていうのと、最近気になるアーティストは3人挙げてくださいというのが来ていますが、
ご自身でも作詞をなさるじゃないですか、はい、でその場合に例えばですね自分で詞も曲もやるよって言った時の作り方は同時で作っていくのかそれともどっちか先に作ってでそうすると、はい、一般的に作詞家の場合はメロディーが来てメロディーが完成されたところに書くっていう作業工程になるけれども、はいはい、もし、一緒に作っていくっていう作業工程があるのだとしたらばこうちょっと違うアプローチの方法だと思うので作詞家さんが誰になるか自分がやるか他の方がやるかっていうのも、はい、そもそも決まってないパターンは結構あるんですが、うん基本的にメロディーを作る段階からなんとなく音が聞こえてる曲がたまにあるんですね、場所だけとかでもあるんですが、そういう場合の曲だと自分で歌詞をつけるとなると、うん、それに合った音を当てはめていくみたいなものが結構出てくる感じになります、すごく相性のいいといったらあれですけれども私もこうメロディーをいただいてそこに詞を書いていく、はいはい、メロ線もあれば詞線もあって、はい、相性の言い方っていうのは詞線で書いても多分バッチリこっちの意図を組んで書いてくれるしあとメロ線で来ても何書いても気持ちよくハマるみたいなそういう相性ってありますよね。あると思います。でその場合その相性の言い方から来るメロってもうこう歌えってメロが歌ってるって、うんうんうん、だからそのこう歌えって歌ってる言葉がもういっぱい候補が出てきてそれをいかにうまくまとめるかっていうのでめちゃくちゃ気持ちがいい作業なんですね、うんうんうん、っていうなんかちょっと語っちゃいましたけどそのやり方が多分僕がその今ご説明したことにかなり近いことだと思います、はいうん、なんとなくメロディーから言葉のなんか音みたいなのが断片的にでもなんかこう聞こえてくるみたいな。で逆にこれあんまり言っちゃダメかもしれないんですけど相性がもうめちゃくちゃ悪い場合っていうのがあって、はい、こう何してもダメみたいな。そうなんかなんかあまりにも難産すぎるとあんまりいい曲になれなくてやっぱりいい曲ができる時ってなんか割とキミストリーがすごくいい形に働いてボンボンボンってあそれはねもうね申し訳ないけどその型なのその曲じゃなくて、例えば広川さんと仮に組んだとして広川さんが何書いても OK なわけ。でも相性の悪い大森さんの場合は何やってもダメ、うん、そうねちょっと僕辛いもんが好きなんでそうすると ね多分人間の呼吸とか心拍数とかがなんか違ったりして、うん、こう相性ってあるのかなと思って、うんうん、でその時はもう技術で抑え込むしかない。あそれは気持ちよく音が出てくるんじゃなくて、ねうん、技術で抑え込むしかないみたいなのもあると思うんですがなんか話があっちこっち行ってしまいましたけど、まあ、そういう職人的なその、はいまあ、技術みたいなのももちろんまあ必要だと思いますね、はい、すいません私テンション上がっていっぱい喋っちゃいました。もう中で一番仲がいいのは誰ですかみたいな田中秀和さんだったんですが、もう抜けましたね。じゃあ野球部時代のポジションは？野球部時代は、センターかサードをやってた気がします。あ私すごくさっき伺いたいと思ったことがコメントにもあるので、はい、今その最前線で、まあ、私たちからすればすごくお若くてもうバリバリやってらっしゃるじゃないですか。その広川さん10年後20年後30年後みたいな、はい、将来のこうビジュアルっていうんですか、はいはい、こうなって大きいビジョンかこうなりたいなとか50年後にはこうなりたいなみたいな。あ50年後か考えたことありますか。さすがにそこまで先は分からないですが、うん、でも海外進出みたいなこととかどんどんやりたいなと思ってますね。なるほど、はい、あとはちょっとアーティストっぽい活動自分でそのなんかテーマとか自分で考えて自分でまあ曲として出すみたいなこともやってみたいなと思ってます。これは自分がアーティスト活動をするっていうことですね。してみたい、はい、してみたいですね、うん、楽しみですよね。まだまだ時間はいっぱいいっぱいあるので、うんうんね、まあそうですね。じゃあすぐ答えられるやつ最後に、はい、ドラムの音源は何を使ってますかって。ドラムは BFD3 ってやつと BFD3、はい、あとその追加音源みたいなのをいくつか持ってる感じです、はい、スーペリアドラムはあまり使われない。ス
ピリオドドラマはあんま使わないですね。なるほど、わかりました。じゃあたくさん質問来てて、お名残惜しいんですが、はい、そろそろ時間なので次いきますか。はい、まあ、あの広川さんの告知を何か伝えることがありましたら。発売 CD 発売なんですが、はい、A3 という、イケメン役者育成ゲーム、でダブルソリティアという曲を書かせていただいてまして、そのアルバム、収録されたアルバムが1月19日に発売になりますので、よろしくお願いします。イケメン育成ゲームだと、ん、何これはやらねばならずだ。イケメン役者育成ゲームです。あ、もう 大人気の A3 です。あ、僕ね、あんまりこうゲームには詳しくないからね、もうゲームはね、木本さんがすごい詳しいんです。あ、本当ですか。はい、これはやらねばならぬと思いました今。あとですね、今放送中のプラオレ、プライド・オブ・オレンジという作品で劇場の一部を担当させていただいてます。うん、あと、月野美斗さん、VTuber の方ですが、うん、月のうさぎやバーチャルの夢を見るという CD 収録の浦野美斗という曲、書かせていただいて発売中でございますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんチェックチェックチェックですね。それではですね、今回も番組を見ている皆さんにプレゼントがあるんですが、僕がこの話をしている間にできればですね、広川さん、そこに横に色紙があると思うんですけれども、あ、はい、今日を記念して一言を添えた、まあ、名前でいいです、名前でいいですけど、色紙にサインをお願いします。リアルサインを今お願いします。そうです、皆さんでこう視聴者の方でじっと広川さんの手元を見る時間っていうね。そう、はい、その間でも音声は私が、そして今回も番組を見ている皆さんにプレゼントがあります。はい、広川さん、木本さん、私のサインが入った色紙とジャスラックのグッズをセットで1名様、2つ目は広川さんのサイン入り CD オウムアムアに幸運をを1名様に。応募方法はですね、運営コメント欄のリンクから応募フォームへ移動していただき、番組の感想や住所、氏名、希望するプレゼントなどを入力して送信ボタンを押してください。はい、ね、なんか固定ハンドルネームみたいな形でニックネームをつけていただくと、うん、何々さんという形で発表できるので、そうしないと東京都の方とかになっちゃうので、よろしくお願いします。もうね、欲しいコメントがたくさんいただいているので、ぜひぜひぜひ応募をこのポチッとなしていただければと思います。はい、で応募期間はですね、12月28日火曜日までとなります。当選者の方には後日ジャスラックの渡辺さんからメールが届きます。ツイッターでも改めてご案内しますということで、わ、サインができた、ね、かっこいい、かっこいい、ちょっと真ん中に書きすぎました。いや、全然大丈夫です。そういう方がいいんです。で、すごい、はい、あの、素晴らしい。もう一つお願いできれば、日付を入れて。あ、そうですね。今日の日付。今日は21です。21です。そうですね。1221ですね。そうですね。2021年。12月21日。うん、すごい。21年。それがどんな感じになったか。たじゃあその皆さんのお手元に、どなたのお手元に、横の方に何かこう我々のサインも入れさせていただいて、はい、お届けさせていただきたいと思います。皆さん応募してくださいね。いっぱいポチッとお願いします。ということで広川さん、今日は長時間お付き合いいただき、いろいろトラブルもありましたが、長時間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ジャスラックショー、そろそろお別れの時間となりました。ですね、これがまたで、ね、リアルでできるのもすごく嬉しいんですけれども、ね、そうですね、今までZoomだとね、なんか相当面倒くさい形で結果を見ることになったんで、最後に恒例のアンケートを取らせていただきたいと思います。質問は、今日の番組はいかがでしたかということで、はい、5択です。はい、1、とても良かった。2、まあまあ良かった。3、普通だった。4、あまり良くなかった。5、よくなかった。の5択でお願いします。さあ、この集計がそろそろ出るかな。有料コードとかないんですよ、もうずっとここ無料なの、ジャスラックショーは。アーカイブも全部無料だから見てってください。
さて集計がそろそろいいかな。お願い、集計結果お願いします。お願いします。とても良かった 69.4%、 まだ良かった 22.0%、 あまり出なかった 13%、 大体良かった、ありがとうございます。9割以上良かったね。ちょっとあの音声トラブルがね、でもねこれしょうがない、ワンオペでやってるんですよ皆さん。まあちょっとなんかいろいろ、まあでもこういういろいろ事故があるっていうことがね、生放送のあれですからね。ごめんなさいね、ワンオペなんですね、はい、だから結論大体良かったってその通り。これでアシスタントが2人ぐらいいてくれたらいいかもしれないですけど、まあね、あのでも経費節減しながらでも頑張ってみんな一生懸命やってるからね、はい、こういうことでありがとうございました。ではではここでですね、はい、来年のもう来年のお話になりますけれども、次回の放送の、はい、告知です。いつですか。はい、2月22日にゃんにゃんにゃん猫の日ですね、2022年2月22日は覚えやすい、1、2、3、4、5、6の火曜日の18時からを予定しております。なるほど、ゲストはね現在交渉中でございますので、はい、決まり次第ジャスラックのホームページのほかツイッター、その他番組に対する情報も随時配信しているので、ぜひツイッターご注目ください、うん、ゲスト決まりましたよって言ったら必ず、お知らせがいきます。またですね、視聴者プレゼント、今日のね、広川さんのプレゼント等々についてもお知らせしますので、ぜひ、ツイッターのフォローよろしくお願いします、はい、ということでお残りお週ございますが、はい、次回の放送をお楽しみにということで、さようなら。さようなら。でも反省会もあるからまだだ、まだ待っててね、まだまだあるよ。じゃあリアル反省会スタートでございます。はい、反省会です。イエーイ、ありがとうございました。いやいやいや、今年はもうずっとリモートで、はいはい、今日久しぶりにねこうやってリブレから、うん、お届けできましたけど、生で木本さんにめって叱られるのがもう何よりの快感でございますので何を本当に嬉しいです。もう来年のね、うん、もうまた2月22日もまたこうやってリアルでお目にかかれるように、うん、できたらいいなと思います。まあね、状況、社会の状況次第ですからね、何とも言いませんけど、はい、それとね今日クリスマスという、 こう飾り付けの中でこう皆さんも、うん、良いお年を迎えくださいませなんですが、本当そうですね。そう、はい、あの今日ほらマスク一応これアクリル板あるけど、うん、念には念を入れてマスクしたじゃないですか、うん、で広川さんのね、うん、たくさんのファンの方が、うん、いらしてて、でもお顔が見えなかったでしょ。なるほど。だからそれってすごく残念だったんじゃないかなと思うので、この後撮影会をやるんです。撮影会というか、うん、あのツイッター用のその時はあのマスクを外して、写真を撮ってツイッターに、息を止めてね、息を止めてマスクを外して息を止めて写真撮ります。ツイッターに載せますので、はい、あのぜひツイッターのお写真を、お楽しみにお待ちくださいませ、うん、とっておきの広川さんのお写真にしますから。そうなんです、どんどんハードル上げちゃう。そうだ、せっかくゲストに来ていただいて、ね、お顔が隠れてるっていうのは残念だったと思うので、うん、ぜひ写真だけでもあの広報部の皆さんが超かっこいい広川さんの、写真をきっと撮ってくれると思いますので、横に私たちちょっといるかもしれないけど、はい、まあ、あのそういう時はパッと、ね、切って使っていただければね切ってさっきのほら広川さんのラーメンみたくさ、お酒みたくさ、こう広川さんをビーってやってコラージュしてですか、待ち受けにするとかさ、なるほど、そういうのがいいんじゃないかなと思います、はい、でもなんかファンの方は最後まで見ていただきありがとうございました。はい、
じゃあ来年もね、はい、健康で大森さんも私もほらそろそろさ、うん、あの健康にいろいろ気をつけなきゃいけない年じゃないですか。まあそうですね、うん、はい、だから来年もね健康で、はい、皆さんの健康とご多幸をお祈りしてご祈願しまして良いお年をお迎えください。メリークリスマスもあります。来年もよろしく。さようなら。来年もよろしく。良いお年を。